シリンダーの蓋を取ります。またはテープで塞がれていることもあります。この蓋やテープで塞がれたシリンダーは189気圧以上空気が入っているという印です。まず最初にオーリングの点検をします。ひび割れなどがないかを確認します。シリンダー内の空気から変な匂いがしないかの確認をします。シリンダーに BCD を取り付けます。この時 BCD とシリンダーの上部が同じ高さになるようにしましょう。シリンダーに BCD のベルトを取り付けます。ベルトの先端をシリンダーに沿って引っ張ります。バックルを立てて一番外側の穴に通します。そしてシリンダーに沿って引っ張るとバックルが倒れて固定されます。 BCD をシリンダーに取り付けたらバックルの部分を動かして緩んでないかの確認をします。この時 BCD の片部分を持っていらすと緩んでいた場合シリンダーが足に落ちる可能性があり危険なためやめましょう。次にレギュレーターを取り付けます。呼吸器が右側、ゲージ類が左側に来るように持ちましょう。ファーストステージにあるダストキャップを外します。ファーストステージの向きを間違えないようにオーリングに合わせてセットしヨークスクリューを回します。この時3本指を使って締めましょう。強く締めすぎると外す際に硬くなって外せなくなることがあります。中圧ホースをインフレーターに接続します。中圧ホースの先端部分を引っ張った状態で接続して奥まで入れて戻します。中圧ホースを引っ張って外れないか確認をします。シリンダーバルブを開けます。この時残圧計は破損の恐れがあるため顔に向けないようにしましょう。手前にバルブを回します。最後に半回転戻します。ファーストステージから空気漏れがないかを確認します。インフレーターの吸気ボタンを押して BCD に空気が入るか空気漏れがないかを確認します。排気ボタンも正常に空気が排出されるかを確認しましょう。次にセカンドステージのパージボタンを押して空気が出るかを確認します。口に加えて呼吸ができるかも確認しましょう。オクトバスも同様に行い確認します。マウスピースが緩んでいないか亀裂が入っていないかも同様に確認しましょう。